良い子浜口は1ヶ月1万円生活で食材がなくなり、スズメバチを取って食べることにした。段ボールとゴミ袋で作った自作の防護服で蜂の巣に向かっていき、蜂に刺されながらも蜂の巣をゲットした。彼女に飲み物を買ってあげるとき、缶の蓋まで開けて彼女に渡していた。明石家さんまが浜口がモテる理由がわからないやつは女にモテないと言っていた。お笑い芸人として活動を開始した当初はナメクジというコンビ名だった。学生時代から良い子は仲が良く、浜口が振られた女性に相方の有野がリベンジだと言ってなぜか同じ女性に告白した。妻の南明奈と浜口の実家に挨拶に行った時のこと、浜口の母は今まで新聞に載った浜口の記事をスクラップしていて南明奈に見せていた。破局や熱愛の記事も全部あって重い空気になった。